セルマ・アリストッドはアメリカ合衆国の女優。1926年から1935年にかけて約120本の映画に出演し、特にマルクス兄弟のインチキ商売やご冗談でしょ、チャーリー・チェイスの数多くの短編バスター・キートン、ジミー・デュランテと共演したキートンの過激王などのコミカルな役どころで知られる。ホイラーウルゼや ローレルハーディの映画にも出演しており、校舎の最後の出演作、極楽老人天国では、彼女の早すぎる不審な死により、出演シーンが短縮された。マサチューセッツ州ローレンスで、ジョンとアリスのトッと夫妻の娘として生まれ、成績優秀で快活な学生であった。学校教師を志望していたが、10代後半からミスコンテストに出場するようになり、1925年には、 ミスマサキューセッツの称号を獲得した。故郷の州の代表となった期間に、ハリウッドのスカウトに見出され映画界入りをした。コルセア・サイレント映画の時代、トットはその美貌を最大限に活かした脇役として、数多く出演したが、演技をする機会はあまり与えられなかった。トーキーの時代となり、プロデューサーのハル・ローチと契約を結んだことにより、ハリー・ラングドン、チャーリー・チェイス、 ローレルハーディといった喜劇スターの映画への出演で演技の幅を大きく広げる機会を得た。1931年にはザ・スピッツと組んだ自身のスラップスティックコメディ映画シリーズを持った。このシリーズはローチが女性版ローレルハーディを意図して企画したものであった。1933年にピッツがローチの下を去り、その代わりをパッチ・ケリーが務めた。 これらの短編映画では様々な問題を抱え相方の厄介で気まぐれな行動に悩まされながら落ち着きと魅力を保とうと最善を尽くす働く女性の役を演じることが多かった。1931年映画監督のローランド・ウェストと恋に落ち彼の映画コルセアに出演した。トッドは優れた喜劇女優として高く評価されるようになりローチはコイラー うルゼー、バスター・キートン、ジョーイー・ブラウン、マルクス兄弟たちと共演させるために彼女を他のスタジオに貸し出した。またリカルド・コルテスがサムスペードを演じたマルタの高の1931年発映画化作品におけるマイルズ・アーチャーの不実津波亡人のようなシリアスな役でも成功を収めた。本の映画に出演したが多くは短編映画であり、時 アイスクリームブロンドとして宣伝された。1934年8月、パシフィック・パリセーズに、セルマ・トッドのサイドウォークカフェと呼ばれるカフェを開業し、店はハリウッドの有名人や多くの観光客を引きつけ、活況を呈した。トッドは、1935年まで、自身の短編映画シリーズを続け、ローレルハーディの長編喜劇映画、極楽浪人天国に出演した。 これが最後の出演作となった。彼女は出演シーンのすべてを取り終えた後に亡くなったが、それらのシーンのほとんどが撮り直された。プロデューサーのローチは、トットの会話シーンすべてを削除し、仕様は一曲歌う場面のみに留めた。キートンの過激王。向かって左からバスター・キートン、セルマトット、ジミー・デュランテ1935年12月16日の朝、セルマトットは、 ジュエルカーメンのガレージ内で彼女の車の中で遺体として発見された。カーメンの家はトットのカフェの上端から約一ブロックの位置にあった。死因は一酸化炭素中毒と断定された。トットには多忙な社交関係のみならず幅広い友人や同僚がいた。警察の調べで彼女が前日の土曜の夜に有名な ハリウッドのレストラントロカデロで開かれていた芸人のスタンディー・ルピノと娘で女優のアイダルピノ主催のパーティーに出席していたことが分かった。レストランでトッドは元夫のパッド・リシッコと短いが不快なやりとりをしていた。しかし友人たちは彼女が上機嫌で自殺するような理由も思いつかないと証言した。彼女はお抱え運転手により12月15日未明、 パーティー会場から家まで送られた。ロサンゼルス市警察の刑事は、トットの死を運転のための暖気か、自身が暖を取るためにヒーターを使った結果、偶発的に起こったものだと結論付けた。しかし、血まみれの唇などの他の証拠は、殺人事件を示唆しているように思われた。トットの検視解剖は1935年12月18日に行われた。 検視外科医のワグナー AP は、下唇の浅い打撲以外には、体の表面、内部のどこにも、暴力の痕跡はないと証言した。売信は、偶発的な死であるように見えるが、事件性はないのか、関係当局による、さらなる調査を勧告すると裁定した。その後、トットの死が殺人か事故か決定を下すため、大売信による精査が行われた。4週にわたる、 供述の後、審問は、殺人の明確な証拠が現れないまま終了した。事件は、殺人家によって閉じられ、自殺の可能性がある、偶然の事故と分類された。しかし、自殺の動機も遺書も発見することはできなかった。彼女の伝記、ホットトディ、ザ・トゥルー・ストーリー・オブ・ハリウッズ・モースト・センセーショナル、マーダーで、著者のアンディ・エドモンズは著名なギャング、ラッキー・ルチアーノが、 トットの死の背後にいたと主張している。トットの遺体はダビに付された。1969年の彼女の母親の死後、トットの遺骨は母の棺に入れられ、故郷であるマサチューセッツ州ローレンスのベルビュー墓地に埋葬された。映画界への貢献により、ハリウッド大通り6262のハリウッドウォークオブフェームにトットの星型プレートがある。ありがとうございます。